近年カナダで起きた中年男性ばかりを狙った奇妙な連続殺人事件を知っていますか？写真の男の名はブルース・マッカーサー。数年前までカナダのトロント州で造園会社を営んでいた、仕事でも信頼の厚い人物なんです。さらにクリスマスの時期になると近所のショッピングモールでサンタの格好でアルバイトをして子供たちを喜ばせていました。そんな地域でも信頼される男が2018年のある日、世間に大きな衝撃を与えることになるんです。なんとこのサンタ姿の陽気な男こそ大量殺人鬼だったんです。8人もの男性を手にかけた連続殺人犯ブルース・マッカーサー。近所で信頼される彼がなぜ殺人を犯してしまったのか、そこには長年抑え込まれた歪んだ人間の欲望が隠されていました。はいどうも、上から読んでも下から読んでもケンちゃんのケンちゃんです。ヤミヤミコです。あのね、僕がふざけすぎると苦情来たんで、この人材やめません。さてね、本日ご紹介するのはですね、8人も男性を殺したブルース・マッカーサー。世間体がね、いいと言われていた彼がなんでこんな事件を起こしてしまったんでしょうか。まずね、なぜ彼が殺人鬼になってしまったのか、彼の生い立ちから探っていきましょう。殺人サンタの生い立ち。後に8人の連続殺人鬼となる男、ブルース・マッカーサー。彼は遡ること70年前の1951年、カナダ中東部に位置するオンタリオ州に生まれました。カナダで最も人口の多いオンタリオ州の中でも比較的穏やかな農場で生まれた彼は、一つの秘密を抱えていたんです。それは彼が同性愛者であること。このことをブルースは幼少期の頃にはすでに自覚していたと言います。ですが、彼が生まれた1950年代は同性愛者への風当たりがとても強かったんですよね。さらにブルースの両親は敬虔なキリスト教徒で、さらにその中でも同性愛を認めない教派だったんです。そして彼が住むのが保守的な思想が強い田舎町であったことも相まって、ブルースは自分の恋愛対象が男性であることは自覚しつつも、そのことをなかなか受け入れられずにいたんです。ということでね、ブルースはしばらくの間ね、自分がね同性愛者だってことをね抑え込んで隠して暮らしてたんですよ。どうすか、ヤミコさん、そこのところ。 なんで私に聞くの。あ、そっか、すいません。何も、女性です。はい、すいませんでした。そんな暮らしを続け、23歳になった頃には普通に結婚、子供も2人生まれ、家族ができたブルースは商品の仕入れ業で生計を立てていました。そして自分の感情に蓋をした暮らしはブルースが40代になるまで続きました。そんなブルースに変化が訪れるのはね、1990年頃のことなんです。結構時間経ったな。おい、なんでワクワクしてるの。この頃、ついにブルースは今まで抑え込んでいた自分を解放することを決意。そして20年ほど暮らしを共にしてきた妻にも自分が同性愛者であることを告げたんです。なんそんな急にそんな気になったのでしょう。まあね、この時代背景もあるんですよね。1990年代っていうのはね、同性愛についてね、ようやくこう世間がね認め始めてきたね、こう過渡期なんですよ、はい、詳しいわな。はい、ショックを隠しきれない妻。しかし彼女は感情を抑えながらも20年も家族を支えていたブルースの告白を受け入れるんです。これを機に家族を持ちながら恋愛対象である男性とも関係を持つという生活が始まったんです。しかしね、この複雑な生活がね長く続くことはなかったんです。しかしブルースの告白から数年後の1997年、彼の仕事の業績が悪化し生活が苦しくなったところで離婚が成立。一見するとひどい出来事、しかしブルースにとっては本当の自分で生きるための好機だったんです。そして離婚を機に彼はカナダの中でも同性愛コミュニティが盛んな国内最大の都市トロントに引っ越しを決めます。そして自分と同じ男性が集まるバーに出入りしたり、当時始まったばかりのインターネットのサイトを駆使したりと、同じ趣味嗜好を持つ男性と会うようになっていたんです。もうでもこれなんか我慢することなくなってよかったんじゃない、ブルースは。まあそんなんすけどね、実はね、長年ね我慢したその感情がね解放されたことによってね、逆にその反応なのか、ブルースはねちょっとずつねおかしくなっていっちゃったんですよね。トロントでの一人暮らしが始まって間もなく、本来持っていた欲望と合わせブルースの隠されていた衝動があらわになっていくんです。そしてついに2001年、ブルースが50歳になった頃、特に喧嘩や争いがあったわけでもなく、彼はただただ自分の欲求で一緒にいた男性を鉄パイプで殴ったんです。そう、ブルースはね、このね、人生の前半でこう欲望をね、抑え込んでたね、もうその反動なのかね、もうなんか謎にね、暴力的な反動を起こしちゃったんですよ。もう意味わかんない。そう、SM プレイとかのレベルじゃないわよね、これ。どう超えてるわよ。あんたにも味合わせてやろうか。ありがたく。
ついに行動に移されたブルースの暴力性、これにより彼は逮捕され6ヶ月間の外出自粛が言い渡されます。さらに彼が危険な男だと分かると、よりどころであった同性愛コミュニティからも追放されてしまうんです。しかし逮捕からほどなく、ブルースが立ち上げた造園業の業績は好調になっていくんです。地域からしっかりした商売人として認知され、社会的な信用を勝ち取ったブルース、時間が経つにつれて以前の傷害事件の記憶も薄れ、同性愛コミュニティは再び彼を受け入れ始めるんです。そして一度停滞失敗をし、うまくやる術を学んだブルースは、ここから歪んだ欲求と狡猾さを兼ね備えた殺人系と変貌していくんです。まあね、秘めたね暴力性をね抑えきれなくなったブルースは、こっからスリアルクール、つまりね連続殺人へその道をね歩んでしまうんです。あんたのその、うん、変な発音するのほんと嫌い。スラロキュラー、イラつくって人高評価お願いします。さらに彼はね、一度逮捕されたからこそどうすればバレないのかっていうのもね、うん、だんだん分かってきたんですよ、うん、つまりね、そこら辺の知識を得たねこの連続殺人、どんどん恐ろしいことになっていくんです。暴走する欲望。逮捕からしばらくして同性愛コミュニティに復帰するようになったブルース・マッカーサー、一度捕まったくらいでは彼の暴力的な衝動は収まることはないんです。むしろ増大していく彼の暴力性はついに殺人へとつながっていくんです。彼の最初の殺人は逮捕から9年後の2010年のことなんです。彼がターゲットにしたのは、同じく同性愛コミュニティに所属するアフガニスタンからの移民の40代男性。この男性は以前のブルースのようにゲイであることを隠し、妻子を持っていました。コミュニティの人々が集まるバーで彼と打ち解けたブルースは、そのまま自宅へ招くことに成功。そして部屋に入るなり、この男性を紐と金属の棒を使って拘束したんです。なんこれ、ハード SM のつもりこれ。まあ、ブルースにとってはそういうことなんですよね。そしてターゲットを動けなくしたところで、ブルースは彼に暴行を加え殺害。これがうまくいったことを機に、ブルースの暴走はとどまることを知らなくなるんです。彼は同様の手口で同性愛コミュニティに出入りしている男性を次々と殺害。ブルースがターゲットにするのは、決まって30代後半から50代くらいまでのがっちりとしたヒゲ面の男性。まあこれが好みだったんですかね。つまり彼はただただ自分の欲求をぶつけるために楽しみながら殺人を犯していったんです。大丈夫？こんなことしてたらすぐ捕まんじゃないの？まあなんか一見ね、こう自分がやりたいと思ってこう欲望のままね突き進んでるかのように思えるんですけど、実はこのブルースね、結構計算高くやってきたんですよ。ブルースが自身の楽しみのターゲットにしていたのは、実は自分好みというだけではないんです。彼が手にかける男性の条件はいくつかありました。まずは自分が同性愛者だと周囲に隠して暮らしていること、そしてアジア系の移民であること。なんでこの条件なの？まず自分が同性愛者だと周囲に隠している人は、たとえ行方不明だと家族が気づいても同性愛コミュニティとは繋がらないんです。そのため警察の捜査の手が自分に近づくことはないと考えたんです。さらにこの頃北米で立場の弱かったアジア系の移民は身寄りがないことも多く、行方不明になっても気づかれない可能性が高かったんです。こんな風にブルースはかなり考えてターゲットを選んでいたんです。そんなうまくいくの？行方不明者が増えたことで、ブルースのいた同性愛コミュニティ内でも徐々にこの中に殺人犯がいるのではという噂が立つようになったんです。当然人々は警察にも相談をします。しかしこの行方不明者たちについて警察が真面目に取り合うことはなかったんです。なぜならいなくなった人々が移民だったからなんです。そう、ブルースの狙い通り警察ですら動くことはなかったんです。さらに同性愛コミュニティ自体、そこにいる人々の入れ替わりが非常に激しい場所、誰がいついなくなっても不自然ではないという判断により、ブルースに殺人を重ねることを許してしまうんです。ここから彼の暴走はとどまることはないんです。と思いきや、ある事件をきっかけにブルースの罪は暴かれていくことになるんです。まあ、うまくねやれちゃったっていうのもあるんですけど、まあブルースの思った通りになっちゃいましたね。警察にも問題あるわよ。まあ確かに警察のこういった対応も、こうブルースが逮捕された後に批判の的にさらされたんです。では、まあ最終的にね、この狡猾なブルースがどうやって逮捕されたのかを見ていきたいと思います。殺人鬼の失敗。バレないやり方を見つけ殺人を繰り返すことができたブルースなんですが、一つ大きな失敗を犯してしまうんです。2017年6月のこと、ブルースは今までと同じ手口でアンドリュー・キンズマンという男性を殺害。そしてこのアンドリュー、今までの被害者とは違ったんです。まずアンドリューは同性愛コミュニティの中でも顔が広い人物、そんな彼が突如いなくなれば噂レベルだったコミュニティ内に殺人犯がいるのではという疑念が確信に変わるんです。そして何よりアンドリューは白人だったんです。なんでいきなりそんな今まで綿密にやってたのに目立つ人選んでんのよ。
まあなんかやばいとは思ってたのかもしれないですけど、うん、俺もわかんないですけどね、うん、なんか慣れてきちゃって調子乗ってたんじゃないですか。ああすごい、うん、あんたみたいにな、調子乗ってないから。そして事件をきっかけについに警察も動き出します。捜査の中でアンドリューの遺品のカレンダーにあるメモが見つかります。それはただ一言、ブルースと書かれたメモだったんです。なんとそれが行方不明になった日付の部分に書かれていたんです。これによりブルースがこの事件の有力な容疑者として警察にマークされるようになります。そんな折ブルースは自分の乗っている車を処分するということがありました。警察は証拠をつかむためその車を押収、そしてそこから動かぬ証拠が見つかるんです。それはアンドリューの DNA。 さらにもう一人別の行方不明者の DNA もブルースの車から検出されたんです。これによりブルースが犯人であることはほぼ確定。警察は逮捕の準備を進めていきました。はい、じゃあもう事件終わりじゃん、逮捕で終わり。いや終わんないですよ、実はね。こっからねもう一回この事件ね大きく動くんです。ブルースの逮捕の手続きが進む中、ブルースにある動きが見られたんです。なんと男性を部屋に連れ込んでいるというんです。この連絡を受け警察はすぐにブルースの住むアパートへ乗り込みます。すると裸の男性が頭に黒い服をかぶせられたままベッドに拘束されていたんです。これによりブルースは現行犯で逮捕されます。いやでもこれまだハード SM って判断される可能性があるんじゃない、うん、いや、ま、マジであるんですよ。だってまだ殺してないからね、うん、ほんで袋をかぶってウォーってやってた可能性ある、ね、そういう変なプレイしてる可能性ある、うん、いやマジであるよ。また好きでしょ、うん、好き。確かにこれだけではまだ傷害や殺人には至っておらず、ブルースも犯行を否定するんです。しかし彼の部屋のパソコンに今まで行方不明になった男性たちの殺害時の写真が丁寧にフォルド開けされ残っていたことからブルースの有罪は確定するんです。怖っ。最終的に少なくとも8人を暴行の上殺害したブルースには終身刑を言い渡されます。しかし自分の欲望に従っただけの彼に反省の素振りは見られませんでした。あなたの周りにも明るくみんなに好かれている人がいると思うんですけど、その人のみんなに見えている部分が全てだとあなたは言い切れますか？人は見かけによらないっていう、そんなことを言い表せるような人だったわね。見た目で言うとこのチャンネルで見てくれたね皆さんね、最初見た時なんかこう赤シャツで意味わかんないやつ、そうなんか紫頭の意味わかんないやついるわとか思ってね、それでもまあなんか見てくれてるわけじゃないですか。だってこの動画のこの最後の部分まで見てくれてるじゃないですか、あなたは。それってねありがたいですよ。メトラはやるわね、変な見た目してるのに私たちが素敵な人って分かってるってやるわね。調子乗ってんなお前。